大阪市北区の天神橋筋六丁目駅から、同市西成区の天下茶屋駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第6号線と、称し鉄道応用欄では6号線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる路線記号は、K。阪急電鉄千里線、京都本線と、相互直通運転を行っている。 路線相性の由来は、境筋の地下を走ることから。ラインカラーは、相互直通運転を行っている、阪急線に合わせた茶色である。一直線に伸びる、商店街では、日本一の長さを持つ天神橋筋商店街の一筋西を、並走する、天神橋筋と、沿線に金融街や、薬、セミなどの問屋街及び電気街が広がる境筋の、地下を走る。 四つ橋線、御堂筋線、谷町線とともに、大阪市中心部の南北の交通を担っており、中でも御堂筋線と、境筋線は、大阪市都心部の船場、島の内を縦断する。また、相互直通している阪急地里線、京都本線と合わせて、沿線の北接地域や京都府内と大阪市都心部や、南の繁華街を結ぶ役割も持つ。現在、 関西大手施設の車両が大阪市中心部を縦断する唯一の南北路線でもある。大阪メトロの地下鉄路線としては最短の路線であり、初の架空電車線方式採用路線で、当路線の後に開業したリニア方式の長堀、鶴見緑地線、今里筋線も架空電車線方式を採用している。他の地下路線との交差部分は北浜駅の京阪本線や、 動物園前駅の御堂筋線を除き、境筋線が上を通っている。境筋線は、すべての駅が、他の地下鉄路線及び他の鉄道との乗り換え駅となっており、これも、大阪メトロの路線では唯一である。ただし、他の地下鉄路線の中で四つ橋線、今里筋線との乗り換え駅はない。1993年に開業した、 動物園前駅天下茶屋駅間においては、用地確保のため南海天王寺四線天下茶屋駅、今池町駅間の配線跡を利用しているが、この区間では、伏線トンネルとしては、空間が不足していたため、単線による上下二葬式トンネルとなっている。運賃計算には、東梅田駅南森町駅、動物園前駅間のキロ数が、御堂筋線梅田駅、 動物園前駅間と同じになるよう調整された営業記路に対応する、区数を用いる。JR 天満駅の大木町、天神橋筋六丁目両駅への方向を案内する、掲示。境筋線単独駅の大木町駅にも直通先の、半球の表記が見られる、天神橋筋六丁目駅天下茶屋駅間の、境筋、船内折り返し列車が運転されているほか、 天神橋筋六丁目駅からは、阪急京都本線高槻市駅、または、阪急千里線北千里駅まで相互直通運転を行っている。堺筋線内の途中駅発着列車はない。朝、夜には、千里線淡路駅、京都本線小尺駅、茨城市駅発着、朝、夕方に、相川発、平日の朝、夕方と土曜、休日の朝、 夜には、京都河原町行きの普通列車が運転されている。北千里駅発着列車は、大阪梅田駅発着の京都本線普通と、京都本線直通列車は、大阪梅田駅発着の千里線直通列車と、それぞれ、淡路駅で接続することが考慮されている。普通のほか、阪急線内で、通過運転を行う、優等列車として準急が設定されている。 全列車が、天下茶屋駅京都河原町駅間で、平日朝、夕方と土曜、休日ピルマに運転されている。境筋線内では各駅に停車し、阪急線内では、準急と同じ停車駅で運転されるが、かつては、天下茶屋駅は、天神橋筋六丁目駅到着時に表示幕を、準急から普通に変更していた。現在は、表示幕を変更せず、 そのまま坂井筋線に直通する。ホームの自動放送による発車案内では坂井筋、準急転化茶屋駅も準急転化茶屋駅として案内している。ただし、ホームの駅員の肉声による放送と、車内自動放送では単に転化茶屋駅として案内する。坂井筋準急と京都河原町駅発着の普通は原則としてすべて、 阪急の車両で運転される。京都河原町駅発着以外の普通は、境筋、線内折り返し列車も含め、阪急、大阪メトロ双方の車両が使用される。全列車8両編成で運転される。2019年1月19日のダイヤ改正時点での運転間隔はおおむね以下の通り。 2007年3月17日に行われたダイヤ改正で従来運行されていた堺井筋急行と堺井筋快速急行は共に阪急線内の停車駅が増えた堺井筋準急に変更となり同時に平日夕方の天下茶屋発の運転区間は河原町駅から茨城市駅に短縮された 平日夕方の天下茶屋発堺筋準急の運転区間は2010年3月14日の阪急京都仙台屋改正で茨城市駅までから高槻市駅までに延長され2013年12月21日の阪急京都仙台屋改正で河原町駅までに延長されたまた土曜休日の天下茶屋駅京都河原町駅間直通の 堺筋準急は2011年5月14日からの土曜、休日ダイヤで設定された。この関係で土曜、休日ダイヤ昼間時の運転間隔が5分から6分40秒になり、本数が削減され、この時間帯での堺筋、線内折り返し列車がなくなっている。なお、2006年の今里筋線開業に伴い、更新された。 車内掲示用路線図では、高槻市駅河原町駅間が直通運転区間より省かれていたが、2011年5月以降は、土曜、休日に河原町駅発着が設定されたことから、一部の駅や車両には、準急停車駅を付け足した上で、直通運転区間に再び含めている。1970年の日本、万国博覧会開催期間中は、 会場アクセスとなる、千里線直通の臨時列車が運行されていた。阪急千里線臨時列車を参照。2009年と2011年から2018年までの春、秋の降落シーズンには、天下茶屋駅阪急嵐山線嵐山駅間に臨時直通列車が運転されていた。阪急嵐山線臨時列車を参照。 堺筋線に乗り入れる阪急車両総合直通運転を行っているため、大阪メトロと阪急電鉄の車両で運行されている。大阪メトロの車両の阪急線乗り入れ区間は、千里線前線と京都本線淡路駅、高槻市駅間で、大阪梅田駅淡路駅間と高槻市駅京都、河原町駅間へは原則として乗り入れない。ただし、過去には、 高槻市駅苑にも乗り入れた実績があり、市営時代に6 0系が、堺筋線、開業を30周年のイベント列車として、葛駅まで乗り入れた例や、6 6系が、導入時に、阪急線地下線路試運転で、河原町駅まで乗り入れた例、2009年に阪急との相互直通運転開始40周年の、イベント列車及び2011年の臨時列車で、 特別に6両編成に減車して、阪急嵐山線嵐山駅まで運転された、例、2019年に、総合直通運転開始50周年の、イベント列車として66系リニューアル車両が、桂駅まで運転された例がある。一方、阪急車の境筋線乗り入れ運用は3300系以降の京都線使用車の内ロングシートの8両編成が、 もっぱら使用されており、8300K と 1300K は全車乗り入れ対応となっている。なお 9300K は車両規格上は乗り入れ可能であるが特急運用が主体のセミクロスシート車であることや境筋線対応の機器が全編成には搭載されていないことから現時点での乗り入れ運用はない。2300K は 相互直通車両用の車両規格の制定前に製造されたため2015年の運行終了まで乗り入れ実績はなかった。また、早朝、深夜時間帯の阪急千里線列車で堺筋線に乗り入れず天神橋筋六丁目駅で折り返す列車が数本設定されているが、これらの折り返しは同駅折り返しの堺筋線内列車が 同駅阪急国島駅方の引き上線で折り返すのとは異なり、堺筋線大木町方の当たり線を使用して本線上で折り返す。関係上、動作業の際に大阪メトロの乗務員がハンドル操作を担当するため乗り入れた用車以外の車両が充当されることはない。堺筋線は大阪メトロの中で長堀鶴見緑地線。 今里筋線と共に1車両片側3ドアである。それ以外の大阪メトロ各路線はいずれも1車両片側4ドアである。境筋線が3ドアなのは、阪急電鉄と相互乗り入れするにあたって、阪急側の車両が3ドアであることに合わせたためである。ただし、両端のドアに関しては、阪急車両とはドアの位置が異なっている。 2020年7月に、御堂筋線の1 0系の電気子直波制御の車両が、すべて廃車されたため、同年9月時点において、大阪メトロで VVVF 制御ではない車両が、運用されている、唯一の路線となっている。また、日本の地下鉄路線で、抵抗制御車が乗り入れている最後の路線でもある。当線に乗り入れる阪急電鉄の車両。 阪急の車両も堺筋線内は 66K と同様に車内自動放送が使用されるが 8300K のうち8300回8301回は自動放送装置を搭載できない構造となっているため現在も堺筋線内では大阪メトロの車掌による肉声放送となっている。また堺筋。 直通特急で運用される場合でも、大阪メトロの車両、阪急の車両ともに、車内自動放送は行われない。3300系8両編成は、すべてが、リニューアル車となり、飛行新車8両編成は、坂筋線に乗り入れない7両編成に短縮、もしくは組み替え、または8両編成ごと廃車された。線の車両基地は、自線内になく、 乗り入れ先の阪急京都本線小弱駅、相川駅間の水田市南小弱に、東水田検車場が設置されている。大阪メトロの前身の大阪市交通局では、携帯電話のマナーを、優先座席付近では電源を切り、それ以外では、マナーモードに設定して、通話を控えるよう呼びかけていたが、この路線では、他の路線と異なり阪急のルールに合わせていた。 2007年10月まで、阪急電鉄では、全座席が優先座席として、座席譲りを呼びかけ、携帯電話の使用については一番前と一番後ろの車両を、携帯電話電源を不車両と称し、電源を切るように呼びかけていた。この間も、自局車両である66系のみ独自で、優先座席の設置を継続したが、他の路線とは異なり、 携帯電話電源を不車両以外では優先座席付近でも携帯電話の電源を切る必要がなかった。しかし、阪急電鉄が同年10月29日から全座席が優先座席制度を廃止。他車線と同じく各車両に一箇所ずつ優先座席を設置する形に戻した。それに合わせて天下茶屋方戦闘車の 携帯電話電源オフ車両は廃止となったが、北千里、高槻四方線当社は、携帯電話電源オフ車両が継続され、該当車両以外では、優先座席付近でも携帯電話の電源を切る、必要がないということになっている。結果的に阪急車における取り扱いが、自社の6 6系のそれに近いものとなった。なお2014年6月25日に、 阪急が2014年7月15日に携帯電話電源の不車両の設定を廃止することを発表した。また同日、大阪市交通局は同年7月1日から優先座席付近での携帯電話使用マナーを混雑時には電源をお切りくださいに変更することを発表した。路線距離は大阪メトロの8路線の中で一番短いが、 一日平均利用者数は3番目に多い約31万人である。動物園前駅天下茶屋駅間の延伸工事は1984年に部分廃止された南海天皇寺支線の今池町駅天下茶屋駅間の鉄道用地を利用したが伏線トンネルを掘るスペースがなく二層構造となったことで686億円と高額な建設費になった。 それに伴う焼却負担が大きいことが原因となり、開業以降形状損益は赤字が続いていた。しかし、営業成績は徐々に好転し、赤字額は平成19年度で5億8500万円にまで縮小し、平成20年度で約1億8000万円の黒字となった。新京阪鉄道及び京阪電気鉄道は1925年の 新京阪線天神橋駅淡路駅間の開業後、新京阪線を天神橋駅からさらに梅田駅方面へ延長することを目指していたが、実現しなかった。1943年に阪神急行電鉄と京阪電気鉄道が合併したことで新京阪線は京阪神急行電鉄の路線となり、1949年に、 京阪電気鉄道が分離した際に新京阪線は阪急に残って京都本線と改装1959年に天神橋駅淡路駅間は千里山線の一部となった1958年3月28日に出された都市交通審議会答申第3号では郊外施設の大阪市中心部乗り入れが認められたこの答申では 阪急千里山線の国鉄上東線天満駅までの延長のほか、事業主体を特定していないものの、交通需要の変化等に対応して慎重な考慮を加える必要のある、その他の路線の一つとして、国鉄天満駅付近より、境筋を経て動物園付近に至るものが掲げられていた。翌1959年、阪急は千里山線を 国鉄天満駅まで延長する免許を取得したが、大阪市営地下鉄第6号線の計画進捗に伴い1966年に執行した。1962年、都市交通審議会の大阪部会から、大阪市高速鉄道第1号線の輸送限界に対処する方策についてという中間決定事項が出され、輸送需要の増大で、 再混雑区間のピーク混雑度が300%に達するようになった1号線の混雑緩和策として1号線に並行して3号線の梅田付近への延長と天神橋天下茶屋間の新線建設を緊急に行うよう提言され大阪市でもこれらの路線を盛り込んだ計画が決定された1962年に大阪市営地下鉄第6号線が 天神橋筋六丁目天下茶屋間で計画された当初南海電気鉄道と乗り入れるか阪急と乗り入れるかが協議されたが水田市で万国博覧会が開催されることが決まったため阪急と直通することになった両者の期間が異なることから阪急千里線を協議に改めきするか3 0基上機場ないしは4線基上機場を 採用して、両者の電車を直通させる案も出たが、コスト面や車両規格の相違、工事期間中に対象区間を運休させる必要が生じることなどから、採用されなかった。なお、南海とは、南海新今宮駅に近い動物園前駅で、徒歩連絡しているほか、1993年からは、天下茶屋駅で連絡している。上記のキロ数は、 実記録館は構想、等身、計画が出された時点において未完のものを示す。全駅大阪府大阪市に所在。準急は、堺筋線内の各駅に停車。阪急線内の停車駅は、阪急地里線、阪急京都本線を参照。以下は、地下鉄堺筋線との相互直通運転区間である、阪急地里線の天神橋筋六丁目駅。 淡路駅北千里駅間、並びに、阪急京都本線の淡路駅京都、河原町駅間を利用した輸送人員である。ありがとうございます。